世の中から消えろ、ボケ。ジョニー・デッパいらっしゃい。お前のところお薬さん多いから、僕、アンチの方で3人、俺が把握してるだけで3人、常連アンチの方でお薬さんいるんだけど、しかも本気のお薬さんね。本気の。精神崩壊してるタイプの。でね、なんか姿を見せたりとか、形を見せたりとかする人間はバカだ。インターネット配信をやってる人間なんてバカだって言ってる常連アンチのしぶきさんは、ツイキャスの方で生放送をやったりとか、自分の姿を写メ撮って、わざわざ影でね、影で写メ撮って、ね、汚ねえね、影を見せてたけど。な、常連アンチがそのレベルだぜ。気持ち悪い。ゴールドいらっしゃい。かわいそうに。ダイエット薬さ、ね、飲んで、ずっと飲んでて、100キロ以上のさ、体重の人がさ、な、100キロ以上の体重の人がダイエット薬ね、もらえる薬をもらってさ、それを売っちゃうような人間いるんだぞ。お前らの常連アンチって。なあ。おい。薬の売買もやっちゃうんだぞ、お前らって。お前らのアンチって。人様の家に落書きしたりとかね、スプレーで落書きしたりとかするような、犯罪者の集まりなんだぜ。おい、犯罪者。バーカ。気持ち悪い。お前ら犯罪者だろうよ。ユイガのことを嫌いなアンチさんたち犯罪者だろうよ。なあ、薬を売っちゃう人間がいたりとかよ。な、サノレックスだかなんかサノックスだかわかんねえけど、そんな薬を売ったりとかよ。おい、売人。気持ち悪い。やばい、連中だよ。はあ、疲れた。疲れたよ。俺が先月囲いから100万円分花火を投げてもらった。花火だけじゃないけどね。疲れちゃったよ。ここ米多くて人気ある。ああ、ごめんな、バカの集まりだから、うちのこと。で、花火終わり。あ、こっから花火を上げた人間ブロックだよ。花火上げなくていいよ。82号が煽りコメント言って、わざわざやってっから、それ乗らなくていいから。だいぶ。お前ら、たぬきみんが投げろよ、82号。お前、一発でも投げてみろよ、こじき、ルンペン。おい、脳なし。役立たず。誰にも役に立たねえ。お前、生きてる価値ないんじゃないの？明日あたり、お前、樹海行ったら？樹海。富士の樹海行けよ。バカ。価値がねえよ、てめえなんか。生きてる価値がねえんだよ。人のためにならねえんだよ。価値っつうのは他人が決めるんだ。だから俺様がお前の価値決めんだ、バカ。価値がねえから樹海行け、バカが。ゴミ。価値はよ、自分が決めるんじゃねえんだ。82号さっさとやれよ、ほら。投げてみろよ、てめえ。おい、俺が倍にして返してやるからよ。倍にして返してあげるから投げてみろよ。なあ。俺が2発飛ばしてやっからよ。ロケット花火2発飛ばしてやっから。てめえ1発も投げてみろよ。見えも張れねえだろ、バーカ。ゴミ野郎が。できねえだろ？おめえら、金がねえんだからよ。現生がねえんだから、バーカ。
死ねよ、本当に。たぬきは風船すら投げれないよ。無理無理無理。0.5 円もない。0.6 円か。0.6 円。まあ、1円もねえから、こいつら。風船くらい投げてみろよ。投げれねえだろ、ゴミ。おい。1円も持ってねえのか。そりゃそうだよな。親の、ね、親からも金もらえねえで、ずーっと施設みたいなさ、自分の部屋で生活してるんだから。しょうがないよ。たけし、ご飯よって言ってご飯も食ってるだけだろ、バカ野郎が。死にさらせよ、価値がね。情けないよ、お前らは。この俺様でさえだよ。この俺様でさえ投げれんだよ。お前ら一円も投げれねえんだろ、クソが。眠眠お薬じゃないよ、全然。わかんない。お薬飲んでるか飲んでないか、そんな話をしたことがないからわかんないけど。ねむねむだよ、独身か。ごめんな。リスナーの個人情報は僕は知ってることもあるけど、言わないよ。そうやって探り入れてんだろ、気持ち悪い。なんだ、ねむねむのケツの穴で掘りてえのか、バカ。ねむねむの顔、外人っぽい。66号、お前なんか多分顔見たらビビっちゃうよ。だって、あれだろ、デブの顔面神経痛みたいな顔してんだろ、おめえ。なあ。なあ、お前はね、デブの顔面神経痛みたいな顔してんだろうよ。なあ、お前がな、気持ち悪い顔なんて言えないよ。バカか。俺がお前の顔な、お前の顔どんな顔か俺はわかるから、な、お前の顔。お前の顔がどんな顔なのか、俺がな、出してやるから今、待ってろよ。バカ。66号な。タヌキの66号。タヌキの66号はね、こんな顔だな。これだよ。お前。鏡見ろ。鏡あっかわかんないけど。66。お前こんな顔だろ。わかってんだよ。俺には見えるんだって。長年9年間放送やってっから、わかんだって。コメントからどんな顔なのか。お、66号。なあ、素人童貞野郎が。バーカ。お、65、60、おい、さっさとコメント打てよ。バカ。おい、さっさとコメント打てよ。なんだ、発狂してっか、なんだ、腕震えて、何、手が震えちゃってコメント打てねえか、66号よ。おい、早くコメント打てよ、66号。ゆいだ、こいつ前歯ちゃんとあるぞ。ああ、そういうところから突っ込めないんだ。なんだ、お前は前歯があるけど、やっぱこんな顔してるんだ。ああ、正解か。そう、やっぱり自分の顔に、ね、自分の顔にやっぱり、なんか、ちょっと、自分の顔と俺を比べたときに、お前の方がブサイクだから、ね、歯があるなとかそういうことしか突っ込めないんだ。情けない。やっぱりそうなんだ。こういう顔か。正解か。やっぱな、気持ち悪いな、てめえ、本当にオタク。バカ野郎、面と向かって言えよ、ボケ。本当に。かわいそうに。本当、クイズ大会にでも出てろ、バカ野郎。日本一周のクイズ大会に出てる66号、
神田京、京介、京之助いらっしゃい。66はもっとやばい。まあそうだろうな。気持ち悪いなら。もしかしたらデブ系かもしれないからな。俺世間的に見てね、顔面がダメな方、世間的に見てか、44歳、顔を見るまでもないんじゃない？もうこれぐらいの年齢になると、顔で判断されないんじゃない？役もいらっしゃい。ネムネムの顔が出回ってる？ネムネムね、俺ネムネムの顔持ってないからね、ネムネム送ってもらったけど、もうないからね、俺ね。出るわけよね、バカ。せんべい食う意味わかる？せんべい食う意味わかる？うん？せんべい食う意味わかる？何？あれ、お前の嫌味なんだけど、何が？そんなコメントを見たことないからわかんない。うん、わかんないけど、俺が全部のコメント見てると思わない方がいいと思うよ、多枠で。そう、俺、ネムネム、多分俺の情報しか知らないよ。そもそもネムネム、こいつらバカだから、ネムネムがネムネムだと思ってるんだよ。なんネムネムな？お前は元のアカウントは違うもん。ネムネムのはそもそもね、元のアカウントは違うもんな。俺といろいろ協議した結果、名前を変える結果になって、アカウントを変える結果になってるだけだって、ネムネムはネムネムだと思ってんだよ、お前ら。バカだから。脳なしだから。バカ。まあそのアカウントがわからない限り、もう今そのアカウントが存在するかも俺は知らないけど、そのアカウント、そのツイッター等がわからない限り、ネムネムは特定できないよ、バーカ。死ね。そう、ネムネムではネムネムではないよ。あ、ライジンいらっしゃい。バカがいっぱい。そうですね。バカがいっぱい。まあ、負け組。僕はまあ、この9年やって、地道にやってきた結果ね、勝ち組になったのかなと思うけど。ちなみに、ゆうかさん、俺の嫁の不祥事、わかって知ってる。覚えてますよ、もちろん。でもあれな、嫁さんの方も気をつけないとはね、でもな。このバカどもが。まあいいんだよ、なんでも。ああ、疲れた。酒を毎回飲むわけじゃないからさ、疲れるよね。あれ？ブロック解除され、ブロックされたのにすぐ解除されてる？わら。116!116! そのコメントは、お前が、な、お前が何も知らなくて、ここの全リスナーに笑われるよ。あれ？ブロックされたのに解除されている？わら。は？知恵遅れ来たな、知恵遅れ。ゴンタいらっしゃい。トイレ行きたい。よいしょ。あ、俺はね、お前らより賢いから。
しょ。よし、じゃあやろう。お、たぬき、たぬきくん。たぬきくんやろうぜ。たぬきくん、じゃあ勝負しようぜ、勝負。